今日はまず早速、昨日行われた天王山清水エスパルス対サンフレッチェ広島の試合から見ていきたいと思います。最初にスターティングイレブンをご覧ください。まずエスパルスです。これはロナウド選手、三浦泰年選手が、そうですね、前節、出れなかったですけど戻ってきましたね、はいはい、そしてサンフレッチェです。はい、こちらも片野坂選手が戻ってきました。そうですね、そして、対エスパルス戦布陣といいますかね、はい、上村君を使ってきましたね。そうですね、はい、それから、怪我で前川選手がゴールキーパー出れないので川野選手がまた、ね、はい、ということですね。はい、それでは早速その試合の方を見ていきましょう。日本平で行われたこの試合はやはりオレンジ色が目立つエスパルスのサポーター、ね、元気でしたね。はい、追いかけているエスパルスの方のホームということですね。そうですね、はい、これは最初の前半14分のシーンなんですけどね、サンフレッチェのフリーキック、エスパルスのフリーキックからですね、はい、チャンスをつかみかけたんですけど、非常にサンフレッチェのディフェンスラインの押し上げが早かったですね、うん、この蹴る瞬間もラインを揃えて上げてますの で、 そうですね、はい、三浦選手がオフサイドになってしまいましたね、はい、この辺の中盤での攻防ですよね。非常にコンパクトにプレーしてですね、はい、サンフレッチェが、エスパルスの攻撃を寸断しているというところですね。この辺はロナウド選手と高木選手の非常に見どころだったんですけど ね、やはり強いですね、ロナウド選手はね、はい、前半29分ですね。風間君から縦に出たボールを走る選手ですね、この縦にですね、ディフェンスラインの裏へ、蹴り込んでいく、そしてそこをですね、非常にこの体の使い方がうまいですね。でさっと前へすり抜けて出ていくという、非常に彼の特徴が出てるシーンですね。これは前半39分、はい、これはフリーキックだったんですけど、トニーニョ選手とですね、ちょっとロナウド選手が、重なってしまったんですけど、高さは十分ありましたね。そうですね、はい、惜しいという感じ、もう完全に頭一つといいますかね、はい、出てますんでね、非常に前半はエスパルスペースで進んでいったということですね。後半4分ですね、最初のゴール、高木君ですね。この競り合いでですね、長谷選手がなんとか競り勝ってこぼれたところ、ここから出てくるのが早かったですね、はい、はい、そしてロナウド選手もよく詰めてるんですけどね、高木君が落ち着いてよくコースを見極めて決めましたね。そうですね、はい、この辺はもう中盤のすごいもうボールの奪い合いですね、サンフレッチェが追って奪ってですね、また一気に攻めようというところなんですけど、このロナウド選手のすごいタックルが待ってますよね。すごいですね、やっぱり非常に重戦車同士というか、大型選手同士の激しい激突という、どちらも譲らずといった感じですけれども、はい、そしてこれは後半13分ですね。非常に振り向いてですね、はい、いいシュートを、打ったんですよね、長谷川君ですけどね、はい、惜しかったですね、あれは本当に、はい、この振り向いて、キーパーを見てですね、サイドネット行ってるかなと思ったんですけどね、やっぱこのシュートが入ってるか入ってないかで随分流れが違ってきたね。この試合は大きな、ここが山でしたね、はい、日本監督も頭を抱えてしまいます。そしてその後半16分ですね、あとここで高木君が抜き出て素晴らしい、2点目追加点ですね。
あそこでやはりこう切り返すなんていうところは、はい、まあ、このハジェク選手のスクリーニングからのパスですね、はい、でこれシュート打つというふうに見せてですね、ディフェンダーを中に集中させ、そのサイドへステップを使い抜けていくんですね。この辺の自分でもそのゴールを狙えるという、そういうプレーが非常にこの試合では光ってましたね、はい。まあ、そして、まあ、エスパルスの猛攻が始まるんですけどね、はい、このゴール前の混戦をですね、まあ、最後堀池君でしたけどね、よくあの川野君防ぎましたよね。やはり早い時間でこう1点返したいという気持ちがちょっと焦りにつながっていたんですかね、はい、そうですね。非常にここでトニーニョ選手のオーバーヘッドキックあったり、はい、からここにジャンプイングボレーがあったりですね、はい、まあ、力でねじ伏せようという感じだったんですけどね、はい、これもオープンに出たボールですね、長谷川君。これはね、ナイスキーパーしたよ、川野君ね。そのサーノブリ君のシュートもその振り向きざまダイレクトでしたからね、はい、この、まあ、長谷川君がうまくですね、相手をかわし縦へ入れたパスですね。ああいうところは一瞬やはりブラインドになったりするんですよね、はい、でこれが37ですね、途中から交代で入りました長嶋選手です、まあ、スローインからですけど、はい、振り向いて、まあ、これシュート性の棒でしたけどね、サンドブリッドで、ちょっとその長谷川君の足に当たってコースが変わるで、まあ、こぼれてきたところ長嶋君が冷静に蹴り込んだというところですね、はい、もうこれで一気にあの同点に追いつくかというシーンのね、そうですね、はい、ここからエスパルスの攻撃がすごかったですね、はい、非常に川野君もあの頑張ってね、死守してますよね、ゴールを。はい、というわけで2対1でサンフレッチェ広島が清水エスパルスを下し、首位を守りきりました。一つのステップを超えたという、そんな思いでしょうか。いや、まだね、3試合ありますから、あの自分たちはね、日頃言ってきたようにいつも自分たちのプレーをね、あの全力であのやっていこうってだけなんで、これであのクリアしたと思ってませんし、まあ、これは本当に一つの試合なんでね、まだ3試合ありますので、まあ、次へのあのやっぱり課題も残しましたんでね、次またいい試合をやりたいと思います。キャプテン風間選手のお話を聞いたんですけれども、サンフレッチェは6戦目にしてエスパルス戦初勝利ということですね。そうですね、はい、それも、まあ、アウェーでしたから、はい、でやはりペース、あのエスパルスペースで試合は運ばれていきましたね。ファンのこうあの後押しもありながらですね。そうですね、だから、はい、サンフレッチェ広島の選手にとってはものすごいプレッシャーの中での戦い、ね、ということだったわけですよね、はい、ただその少ないチャンスをですね、はい、やはりまあ、エースストライカーの高木くんがですね、ものにしたことによってこのゲームというものの、まあ、その主導権というものをね、はい、奪っていきましたよね、はい、やはり試合の中でエースストライカーが活躍するということは必ず勝利にこう結びついていくということですね。チームの非常にあの士気の高揚にもなりますしね、はい、まあ、あのディフェンダーがあれだけ体張って頑張ってくれてると、はい、まあ、最後のゴールキーパーの加野くんもね、はじめ頑張ってると、まあ、それにしてやはり高木くんが自分でそれをチームを見事にですね、勝利へ導いたということですね、はいはい、あの一方エスパルスの方なんですけれども、はい、こちらの方はそうですね、まあ、再三チャンスは、ね、あったと思うんですよね、はい、エスパルスの方に、うん、ただそのやっぱり決定力の差が最後は出てしまったのかなということですね、はい、本当にこうワンチャンスからこうドーッと攻め込むっていう感じでサンフレッチェの方が得点、そうですね、本当少ないじゃん、シュートは11本あのエスパルスがあの打ってですね、あのサンフレッチェ8本だったんですけれども、はい、まあ、それの、まあ、中身はですね、実際やはり決定打かなという感じでしたね、まあ、本当にあのサンフレッチェの方のディスプリンのディフェンスというか、はい、そのプレッシャーというのはかなり、そうですね、はい、またその上村君がですね、はい、対エスパルス戦ということで、まあ、トニーニョのマークというそういう役割、はい、仕事ということをですね、もう明確に、こなしたという試合でしたね、
ということはこれでもう広島は大きく一歩優勝に近づいたと言っていいんでしょうか。と言えますね、このゲームを見る限りはですね。はい、はい。